ひよってるやついる？こん中にひよってるやついる？ねえよな。ウィス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 ウこだわりました。やばいっすね、これ。正直。いや、マジ優勝っすよ、もう。領域展開。すげえっす。めっちゃ五条っす。いや、そんなに五条じゃねえって俺、マジで。いいっすね、マジで。で、長さんは、これはウェー。え、わかります？ウェー。わかりますか？すげえ。ちょ、行ってみてくださいよ。行っていいっすか？うん。ひょってるやついる？ウェー。いねえよな！つえ！ぶっ、すげえ。マジで、そう、まあ、俺なんかもともとなんか似てるみたいな。うん。聞いてたんで、髪型も。なるほど、なるほど。なんかそっちになんか似てるなんか方をなんかやった方がいいかなっていうので、今回マイキーです。めちゃくちゃいいチョイスだ。めっちゃいいっす。チョイって結局、やっぱあの、今日このハロウィンね。はい。二人で殴り込みに行こうって時には、やっぱ呪術と通りますよ。いや、硬いっすね。あ、てかマジで、もうここはマジ最強だと思いますよ。このコスプレは。はいはいはい、俺らに勝てるやついる？そん中で。俺らに勝てるやついる？僕最強だから。いねえよね。僕いくつ？最強だから。マジ最強っす。これ最強タックじゃないですか？ん？見えてます？あ、見えてないです。あれ言ってなかったでしたっけ？え？あ、見えてないっすよこれ。え、マジっすか？うん、それがコスプレなんだよ。え、どうやって来たんですかここまで？気合と勘っすね。わかるもんなんですかそれで。わかるもんすよ、本物の五条。え、なんか、本物の五条のスピリッツなら。え、薄い穴とかなんか、その、こうなんか見えるようにした方がよくないですか原作で五条のこれ、薄い穴ついてましたそういう描写ありましたいや、ちょっとわかんない。ないですよね。あ、ちょっと使ってみる。ないんですよ。はい。何の説明もないんですよ。そしたら、もうそのまんま、もう見たまんま、ぐるーってやって、あとはもう呪力と気で、探り合ってます。え、もう、それが本当ですか？悟る。うわ。僕も最強だから。長さん、気が一回途絶えてましたね。すげえ！うん。わかるんすか？今一瞬気が途絶えましたね。え、だからわかったってことですか？はい。マジで、舐めないでほしいっすね、悟るのこと。長さん、悪ふざけよろしく。すっげえうわマジで五条じゃないですかもうこれできたら紫うわちょっとマジでこれも見せつつ反転術ちょっと今日のハロウィンぶちかましましょうオッケー行きましょうトーリベタ呪術最強のコラボでも最強今日はもうめっちゃいろんなちょっと写真撮ってまあやっぱウェイしてるからなみんなでバズでバズでで俺らがトレンド入り今日のまず間違いない。もうマジで暑い日にしましょうよ。これだっていろんな人と合わせよって。でも、いろんなこと。めっちゃインスタとかツイッターとかに上げて。出回ってるっていう。うん。マジで暑い。すげえの人多いな、やっぱ。マジで暑い。感じるし、すげえ人多いなって感じるやばい。ちょっと一回見てみますか。オッケーだーす。付き合いましょうよ。楽しんだな、明日だ。見せつけてやろう。あ、もう、オッケー。いや、すげえっすよ。うーはー。見えてるんですか一回いいっすか？いや、いいっすよ。見た方がいいんじゃない？いや、まぁ、原作的にあれなんだよ。まぁ、いや、まぁ、そう忠実にやるのはいいっすけどね。いや、すごいっすねー。うん、すっげぇ。あー、みんなもガンガンっすね、マジで。なんか人が、なんか多いってさ。はい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 。あー、めっちゃ似合ってる。ん？呪術。マジで？うわ、すごっ。え、クリザキさん、え？いるじゃないですか。ちょ、行っちゃった方がいいんじゃないですか？え、撮った方がいいっすよ、絶対。いや、めっちゃいいなと思ったんですよ。めっちゃいいっすよ。めっちゃいいなって思いましたね。めっちゃいいっすよ。ちょっと、ただのコスプレですね。え、でもそれでいいじゃないですか。ハロウィンのただのコスプレには興味ないんですよ。浮いちゃう。え、でも。完成度の面で浮いちゃう。めっちゃバズると思いますよ、撮ったら。いや、浮いちゃうな。見ました？あれ。今ちょうどいないですもん、だって。うん、でも、犬巻先輩のあの、やってる人の口見ました？あの、犬巻先輩の文様。サインペンで書いてるんですよ。それはもう、あー、なるほど。無理。あの、コスプレって、うん、まず、本当にその人が、この世界にいるってことを体現しないといけないんですよ。なるほど。この五条、
この世界の五条なんですよ。そういうことなんですね。あれ全員、はい、服着てるだけなんですよ。あーなるほど。でも俺五条着てるんですよ。そうっすよね。で中長田さんも魂着てるんですよ。あーなるほど。いや俺も着てます。分かる人だよ。それは分かるやつ。まあまあじゃああれって音っすね。ほら、おめっちゃいいじゃないですか。これえおーちょうどドラケンとマイキーだけいねえじゃん。めっちゃいいっすね。すげえ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 。まず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 絶対忘れる絶対忘れる。でもいない時かマイキーが途中出てこなくなったりする時か。あれじゃあ行かない方がいいっすね。なるほどね。はいはい、あれ行かない方がいいですね。しかもちょっとあれか当番の感じのなんかあれじゃないな。なんかマイキーがちょっとおかしくなったじゃないですか。はいはい、その時も、はい、やっぱ魂生きてんじゃん。来てました。長田さんも。なんか俺もなんか原作とかやっぱ忠実にしたい。いやそう。てかまずこの下ろさないといけないキャラを。あ、ちょっと待って、めかまるめかまるめかまるですよ。めっちゃいいっすよあれ。五条と取ったら。浮きますね。まったくそ。どうしましょう。いやめちゃくちゃいいんすよ。本当にメカ丸だと思ったし、あの人も私たち一緒に体現するものなんだって思ったんですけど、はいはい、メカ丸はテキーラ飲まないんですよ。なるほど。飲めない。飲めない。オイルしか飲めないでしょ。そうかそうか。うん。じゃあちょっとって感じっすか。いやでみんなジーマ持ってるのはないわ。原作に忠実やない。原作にジーマ出てきてねえの。マジで見るとこ違うっすね。いやもうこれは無理。あ確かにあのメカ丸だったらちょっと。おわおわおわ、竹道竹道竹道。え？いい。しかもめっちゃ下ろしてるあの人も。ああ。バズ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 。ああ、ひよってるな。ひよってる。ひよってるわ。というと？いや俺あのひよってやついるって聞くじゃないですか。うん。でひよってたんですよね多分。あなんか俺ひよってるやつと一緒になんかそういう一つのフィルムに収まりたくねっていうか。しかもなんかあの竹みっちちょっとなんか時代超えてねえな。タイムリープしないしてねえな。あれもなんかずっとこの世界にいる竹みっちだ。ダメだダメだダメだ。ちょっとなんか緩かったな。なんかなんかね、なんかちょっと緩いわこのハロウィン。なんかここがっくしっすわ。いやマジで、うん、なんか思ってたんだけど、もっとレベル高いかなと思ってた。本物がいない。ならこいつらとなんかみんな、なんか俺らコスプレ見せるぐらいだったらなんか長瀬さんと田辺に見せた方がいいっすよね。マジで間違いない、うん、あれサークルのやつとかに見せた方が多分、うん、いやサークルで両行きてんかい。あそうマジ熱い。そうでサークルでひょってるやついる。あで、いれよな、で、みんなやってるっしょ。そう、みんなノリいいし。結局ね、その、そっちの方が多分なんか、あのね、感じするんですよね。偽物と、なんかしたところで。なんか、フェイク、フェイクと、またやりたくね。まさんその通り。ちょ、もう、行っちゃいますか。あ、マジか、俺たちの心の番だ。絶対いいから。え？なにあれ？あいつら見て、え、なにこれ？おい、おい、お前ら、これ何のコスプレだ？あ？拾ってるやついる？あ？こんなに気をつけるやついる？え、マイキーこれいねえよね。おい、メガネ取れへん、ボケ。おい、領域展開。あ？なにこれ？なにこれ？五条っす。五条やっぱこれ、五条だよ。やっぱやっぱ。あ、この感じあれですか？あ？メビウスのコスプレ。は？なにが？あ、本物だ、ほんまに用意してんじゃん。なんだよ、てめえ。あ？メビウスのコスプレだ。いや、してねえよ。いや、渋。あ？めちゃくちゃ下ろしてるっすね。何がだよ。体現してる者たちだ。これはいいわ。あ、何？え、この人たちとは、なんかいい感じやん。あ？え、いや、だから、ちょ、合わせしましょうよ。なに、俺らコスプレしてるっつうの？なんかメビウスっすよね、この感じ。あ、何が？いや、めちゃくちゃ下ろしてんなと思って。タバコの話？で、だから、マイキーと、あ？五条と、メビウスの皆さんで、写真撮って、インスタとか上げていいっすか？ツイッターとか。なんでだよ。何、調子こってんの？いや、だから合わせしましょう、合わせ。あ？いや、やっと本物来た。あ、すいませんよ、いや。いや、でも、こっち来い。やっと本物来た。で、こっち来い。え？はい。いや、めっちゃ入れてますやん。くすいんちがや。めっちゃ入れてますやん。ハロウィンだろって。ちょっと、ちょっと、え？せいぜいんちがや。ハロウィン調子こくないよ、おい。いや、ちょ、取れよ、ボケ、おい。おい。調子こくないな、って。おい。長さも。誰だよ。あれ、メビウスのコスプレじゃないですか。コスプレしてねえだろ、お前。皆さん、違うんだ。なめてんじゃねえよ。なんだって。おい、ちょっとこっち来いよ。こっちが。おい、すみません。こっち来いよ、おい。はあ、ベチコ遅いな。
お待たせー。あー、メチコー。へぇ、スケバン普通にセーラー服、女子高生。へ、超かわいいんだけど。ほんとセーラー服と機関銃、橋本環奈ちゃんみたい。パパパパ。ほんと超かわいいよ。DM もすごいかわいいよ。水木有沙みたい。へナースのお仕事みたい。かわいい。チクチクしちゃうぞ。大丈夫かな、ナース。かわいい、かわいい。すごいかわいい。ゾンビナース。うわー、かわいい。吸っちゃうよ。あほー。ゾンビスケバン。何すんの、ゾンビスケバンは。こら、すごい、もう、そんなパンチしてこないでよ。似合ってる。ハロウィンさん、恥ずかしいよ、こんな、そんな。似合ってるから大丈夫だよ。今日は、1年に1回しかないんだよ。そうだね。そう、だから、思いっきし楽しむの。え、うん。やったー、楽しみ。でも、どうする？ん？どうするって？コスプレしてこの後どうする？プリクラでも撮る？うん、一応渋谷だから、うん、ほら、毎年さ、盛り上がってんじゃん。うん、なんかニュースとかで見るの。だから、うん、もう、ほんと二人でこう練り歩いて、いろんな人となんかさ、楽しくできたらなって思うし、まあ、あと、その、なんて言うんだろう、その、男性となんかその、いい人いたら。恥ずかしい。別にナンパってわけじゃないけどね。別になんかされたら、なんか、まあ、いい人だったら、なんか、一緒になんか、してもいいかなと思う。その、あ、その時ね。じゃあ、DM も行くんだったら一緒に行こう。一緒に行く、うん、約束ね。うん。うん、じゃあ、行こう。うん。恥ずかしいね。ね、わぁ。なんか、でも、今日全然コスプレしてる人いないね。本当だ。でもさ、うん、逆にそしたら写真とかいっぱいさ、俺たち撮られちゃうんじゃないの。あ、そっか。ひゃー。でも、それで浮いちゃうよね、逆に。大丈夫かな、声とかかけられるかな、どうしよう。大丈夫だよ、うちらのさ、自信持っていこうよ。うん。でもなんかさ、コスプレしてる人少ないね。毎年多いもんね。そうだね。え、なんでだろう。もうちょっとだけ開けたところに行ってみようか。うん、別にね、その声かけてほしいとかじゃないけど、うん、あ、違う違う、なんか仲間を見つけたいの。うん、うん、そう、一緒に一緒にこう、なんか写真撮ったりさ。いないね。いないね。そう、ちょっとまだあれなのかな、みんなコスプレする時間じゃないのかな、ひょっとしたら。でもさ、この時間帯だよね、毎年。困ったな。そうだ、クラブ行かない？クラブ、うん、ほらクラブならさ絶対いるよ。人もだって毎回いっぱいいるしさ。うん。恥ずかしいよ。なんで恥ずかしいの？もうだって外に出てんじゃん。リンがいるからでしょ？室内に行った方が恥ずかしくないでしょ？本当？うん。じゃあクラブ行く？うん。行こう。うん。こっちだ。うん。そっちそっち。クラブはやっぱりよく人いるね。うん、そうだね。あ、リーヌ、ん？あれ、多分大学生グループ。あ、本当だ。こっち見てる。声かけてくると思う。うん。ちょっと待ってよ。うん。くる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 。うん、全然なんか育児のしくさいね、勇気出なかったんだろうね。
お酒でも飲み行く？うん、行こっか。うん、育児がない、育児なしばっかりだね。そんな男の子からさ、お酒もらってもさ、その酒美味しくないよね。うん、別にさ、俺そういうの興味あって今日来たわけじゃないけどさ、うん、なんかせっかくさ、ハロウィンだったのさ、なんかそういうのちゃんとやった方がいいと思うんだけどな。わかる。なんか男がそういう消極的だったら意味ないと思うんだよね。なんかハロウィン自体さ、もうさ、そう、男の子がさ、積極的にさ、こうなるべきだよね。いや、そう、結局さ、女子っていうのはさ、グッて行かれたらそっち引かれちゃうわけなんだから。草食系ばっか。そう、草食草ばっかり食べてるさ、男の子なんてさ、こっちも相手にしないっつうの。ガツ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 、あ、見えない。すっごいマッチョのあれ、タンクトップの外国人の人たちだ。すっごいこっち見てる。アピールしよう。別にそういう興味ないけど、うん、ちょっともうカラブ。あ、来た来た来た。ペチコン。あ、すごい。来てくれると思う。多分写真とか撮ってくれるんじゃない？あ、ペチコのことすごい見てない？あれだね、外国の人だからってこうガツガツって感じじゃないんだね。うん、なんかメチコのこと好きそうだったけどね。なんか結局今さ、世界的な男の人はさ、育児なしなんじゃない。なんか勇気いってないんだね、やっぱ。あ、なんかあの人、かっこよくない？すっごい犬の子見てるんじゃない？吉沢亮君に似てる。アピールしちゃう、アピールしとけ。なんかさ、せっかくのハロウィンなんだからさ、なんかしっかりさ、こう女子をエスコートしろっつうの。なんかこんな思いするんだったら来るんじゃなかったな。え、でもそれはさ、言っちゃダメじゃない？なんで？いや、だって別になんかそう言われるとさ、今じゃあ一緒にいる俺といるのは楽しくないのってなっちゃうよ。え、それは言ってないじゃん。なんかそれ結局さ、なんかそう、男目当てだったんじゃんってなっちゃうよ、それ。え、俺は別にそういうつもりじゃなかった。待って待って、リールそんなこと言った？え、だから今なんてそういうことじゃん。やめやめ、言ってないよね。ちょっとお酒飲み行こう、ごめん。え、なんでよ。お酒飲み行く、ちょっとごめん。お酒飲もう、おごるから。なんで、ね、なんでそんなこと言うの。おごるかな。結局朝になっちゃったの。終電で帰ればよかった。だからさ、なんでそういうこと言うの。なんか一緒に来てるんだからさ、そう、一緒に来てる人の気持ち考えてよ。え、なんで？なんで気持ち悪いの？じゃあ、一番悪いのかじゃなくて、だから何でそういうの？ベチコと一緒にいて楽しくなかったから、一言も言ってないよね。ベチコがさ、つまんないと思ったからさ。違う、そういうことじゃなくて、結局理由がさ、男の人にチヤバヤされたかったんでしょ。違うって、ベチコだってそうじゃん。そんなことないもん。だからさ、そういうこと言わないでくれ。海外のお客さんがいるみたいな。そんなことないよ、別に。待って、なんでそうやってやんの？おかしいことばっかり言うじゃん。わかんないじゃん。やったな。自分がやってんじゃん。なんでこんなことすんのよ。やってんじゃん、だって。やめて、痛い相手にされないとかすってんじゃん。ねえねえ、本当の傷になっちゃったらどうすんの。これ別に本当の傷じゃないでしょ。じゃないけど。ほら、そうやってさ、何でもかんでもそうやってさ。ねえ、だからやめてって。何でもかんでもそうやってさ。なんで暴力するの、それに。何でもやってもそんなことになって嫌なこと。こうやってやられていいんだじゃん。やってんじゃん。自分がやったことだよ。やってんじゃん。ああ、ああ、ジャパニーズハロウィンモンスター。 This is モンスター。何モンスター、ちょっとなんか言ってんの。モンスター、うるせえ、モンスターバトル、うるせえ、ジャ全部壊れちまえ。
せえうるせえ折れた折れた折れたモンスター。あれお前もしかしてつぶる？なんでわかんだ技師匠。ウイスウイエスウイスやめっちゃいいっすわ。めっちゃ仕上がってますね。めっちゃ仕上がってますね。あ、マジっすか。え、だってこれ、まあ、でも俺工場でしょ、若かりし頃の。え、すぐるっすよね。めっちゃいい。すぐるっす。最強コンビやん。俺たちは最強コンビ。大丈夫、俺最強だから。サルトマメウイやっぱ今年のハロウィンは呪術っしょ。いや呪術しかねえマジで。なんかよくわかんねえけどさ、今あれでしょアニメでさ、渋谷でなんかやってんでしょ。あーなんかあれなんか一応俺もあんま詳しくわかんないですけど、あやってるらしいっすね。いやこんなんさ、多分さ、いろんな呪術のコスプレした女の子とか集まってくっから。てか目立っちゃうわ俺ら。目立っちゃうわさすがに。やべえかもね。術式判定。なんか。いや学生時代の時やってねえって。サルドマン。いいだろ別に。そこらしいとこいいだろ別に。誰が猿どもだよ、俺猿じゃねえわ。あ、そうだったよ、すまん。すぐで。いや、で、まあ、なんか、ね、目立つじゃないですか、俺ら。で、なんか、その、たぶん今年、俺の予想っすけど、推しの子の、まあ、アイドルの、あの、女の子いるじゃないですか。はいはいはい。あのコスプレしてる子多いと思うんですよね。確かに、確かに、確かに。エチエチ、エチエチな。でも、そういう、そう、なんすか、なんすか、なんすか。たまんねえなと思って。すぐる言わねえだろ。すまん。すぐるたまんねえだって。もう言わねえだろ。もう脳みそがエッチな脳みそになってんのかも。最強だから、最強だから。いやお前やだろ。いやめっちゃやばい。いやめっちゃちょっと今日はもうやっちゃいましょう。まあおのおのでもいいし、まあ連携プレーでもいいし、ね、いやとりあえず今俺と最強コンビなんだからさ、連携プレーっしょ。やっちゃうっすか。うい最強だから。うん、いいよ最強だから。やんねえっすすぐる。じゃあ早速なんかちょっと行っちゃうっすか。うん、一回行っちゃおうよ。間違いよ、ね、騒がしくなってくんだろうがよ。はい、無理よマジで。よっしゃ、じゃあ行くぞ。行きますか。あそこら辺行くぞよ。あそこら辺行きますか。よいしょー。ういー、結構この辺くらいよね。まあ、駅前なんてね、一番いいっしょ。誰かと会うっしょ、誰かと。もう。なんか、あんまいなくないっすか。てか、いなくないっすか。ね。なんで、みんな結構コスプレしてないの。あれ、あれ普通におじいちゃんか。なんか、コスプレしてるかな。あれ普通におじいちゃんか。おじいちゃんか。なんか普通に私服多いな。まあでも、あれっすよ。多分、時間が時間だから。もっと深くなれば、もう、わんさかわんさかっすよ。まあそっか、やっぱそりゃそうだよな。間違いない、間違いない。渋谷のハロウィンなんてよ、言ったら俺たちの遊び場じゃん。まあそうなんだ、結局眠らない街だから渋谷っていうのは。そうやね。でも眠らなくなったらもう最強だから。おいやんな、それ最強だから。最強かよ。まあ、とりあえずコンビニで酒でも買いますか。あ、そうっすね、じゃあコンビニ行きましょう。オッケー。まだコンビニ来たないですか。あ、もうそうっすね。あ、OK です。すねー、どうしよう、俺もちょっと外でも行っちゃおうかな。じゃあ、さっく、あ、え、何販売してない。なんでこんなハロウィンテープで、はぁ、やられてんの。はハロウィン中なにこれ、酒売らねえってこと。うわマッチで、はあ、何考えてんの。やっぱはだってこれめっちゃ売り上げになるっしょコンビニ。え、店員さん、店員さん、店員さん、ちょいいっすか、ちょいいっすか、これ売れないんすか。売れないんすか。売れないんすか。売れないっすね。か、うわ最悪だマジで、テンション上がんねえじゃん、酒ねえと。あーマジで。うわ、逃げたら持ってくれよかった、酒なら、こんなんなら。何、こういうの全部禁止されてんの、酒とかさ。マジだりんだけど。あ、ハロウィンなんてもう酒あって、酒あって。いや、酒行こうか、ハロウィンみたいな。なあ。酒飲むからハロウィンなんでしょ、コスプレあって相乗効果でしょって。マジねえわ。この街から若者追い出してんかよ。まあ、とりあえず、もうちょっとは。まあ、とりあえず、もう出て、多分もうすぐ夜。深まってくっから、女とかのコスプレしてるっしょ。そうっすね、もう普通にもう酒、まあこういうテンション上げてきたらなんとかなんすけど。じゃあとりあえずあちら辺行くか。行きましょう。うん、
うしょー、はい、うしょー、だから全然コスプレしてねえっすね。いや、なんで、どうして、どういうこと。でも今日ハロウィンっすよね。おう、ちょっと待って、ね、長さん、長さん、え、なんか あいつ滑ってね。本当だ、あのなんかコスプレして、オールナイトのコスプレしてるやつなんだ。きつっ、なんでだ。でもこれ、いや、あれ多分引いちゃったよ、なんかもうもっこりしちゃってるから。そういうことか。キモいもんだって普通にあれ。え、でもコスプレして少ねって、ハロウィンだぞ。え、ま、そんなことないでしょ。そうかな、酒も飲めねえしよ。まあでも確かな、俺ら最強っすよね。いや、俺ら最強っすよ。二人いて最強なんですよ。そうだ、俺ら最強コンビだ。最強の二人。大丈夫、俺最強だから。俺ら最強だよな。そう、すぐるビビんじゃねえよ。ナンパ新業者のナンパ新業者。え、そう、ナンパしてなんぼだから。よし、じゃあとりあえず行くか。よいしょ。よし。よし。よし、じゃあちょっと、行きますか。もしもし、お姉さん、非呪術師のお姉さん、呪術師反転赤、猿のね、猿か、マジ猿かさ、あれ、あ、なんだの、ノリ悪いのコスプレもしてねえしよ。何なの。あ、ゾンビ軍団だ。あ、ゾンビ軍団。おい、ゾンビ軍団。どうも、ゴジモサトルです。大丈夫、僕最強だから。ゲトスグルです。俺ら最強コンビと今夜一緒に遊ばない。おい、やつ、おい、無視すんなよ。無視かよ、キモ。コスプレ同士仲良くしようぜ。でもありえねえよ、マジで。こんな、だって五条とさ、野原、釘さん。おー、これはもう、これはもうしかおっぱいでけんぞ。おい、めっちゃ野原、おい、野原、こっちこっち。はじめまして。こっち、あ、すぐる。はじめまして。すぐる。で、俺が、野原、俺のことしてよね。最強だから、五条悟です。一緒にさ、この後なんか行かね、任務。なんかさ、任務行かね、街でさ、酒飲めないらしい。やべ、特急呪霊が出てるらしいな。やべえ、一緒に。俺たち、払いに行こうぜ、特急呪霊。一緒に行かね。ね。こんななんかいつも渋谷じゃねえの。なんかいつも違うっすよ、ね。まあでも長さん、今年なんて絶対この二人だから、トレンド。これでなんと成功したい。でもこれしかないっすよ、ね。俺たち最強だろ。大丈夫、僕最強だから。次行くべ。スグルはやんねえって。てだね。じゃあ。うっさー、お姉さん。あ、ウィストじゃなかった。あ、すぐるよ、非呪術師の猿ども。術式判定赤、ウェーイ、なんつって最強コンビ来ました。ウェーイ、最強です。どう、最強だから、最強なこと。何楽しんでる。いや、今日どっから来たの。あ、どっから来たの。どっから来たの。今日最強なことしない。え、僕最強なこと、最強なこと、夜の最強なこと。あ、夜の最強なこと。それはいい。ちょっと、マジ俺らマジおもろくて、マジおもろくて。一発ゲームいきます。一発ゲーム。大丈夫、僕サイバーだから。機械なんそれ。え、ちょっと待って、全然、マジでおもろいから。え、マジ、あとあの、あるちょ、マジ、おもろいから、おもろい、二人で。どうもーつって。どうもー、最強な二人です。いや、これ学生時代やってないって。ちょっと待って、マジ、あの、いいさ、今、街で酒飲まないから、あの、いいバーして。ゆり、何やって。あ？あ？おい！おい、ゴーヤー、おい！おい！おい！うちの女に何やってんだよ、おい。おい。おい。あれ、今日さ、渋谷来てたの？何してんの、お前ら。あ、いや、普通に。おい。おい。逃げんなよ、おい。どうしましたあれ、あ？どうしましたねえだよ。あ、ちょ、人の連れに声かけといてよ、おい。すいません、なあ、おい。お前ら、何やってんの、それ。いや、全然。あれ見ないんすか？ YouTuber みたいな。コスプレしてくんなっつってたよな。いや、まあ、
おい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 、ルール守れないか、きっしょいな、おい。おい、こっち来いよ、おい。いや、ちょっと、そっちへ、きねえ、おい。来たよ、これ。あっ、やめろ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 、それだけやめろ、それだけやめろ、それだけやめろ、やめろ、やめろ、やめろ。なあ、これ。なあ、なあ、ねえよ。ハゲ、ハゲ、ハゲ。ハゲ、おい、ハゲ。あ、すいません。おい。いや、全然。何してんだよ、俺。YouTube の企画みたいな感じで。そう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 。俺らはそう。さっば。おもんな。まあ、じゃあ行くね。すいません。ああ、待てよ、待てよ。おい、てめえも、おい。てめえも、おい。知らねえけど、おい。なあ。なあ、なあ、楽しみてんだろ。じゃあ楽しもうや。なあ。いや。なあ。すいません、僕たち。なあ、ゾンビメイクとか好き？え？ゾンビメイクとか好き？いや、ゾンビメイク。なあ。毒出してゾンビにやろうや。なあ。なあ。ね、楽しもうや、ハロウィンパーティーね。何してよ、何してよ、逆らうつもりねえからな、おもろいな。本当に。あ、拒否ねえから。申し訳ない。はい、はい、はい。あ、やれ、こいつら楽しみましてくれるって。はい、行くぞ、はい、えおい、来いよ、おれ、おい。ごめん、ごめん、ごめん。何なんすか、おい、来いよ、おれ。最強なんだろ、おい。マジか、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 おはよう。おはようございます。え？何その格好？何その格好って、社内の LINE 見なかったんですか？社内の LINE？ 書いてあったでしょ。今週から始まるって、ハロウィンキャンペーン。え？それ、やんなきゃいけないの？仕事なんで。私だってこれ好きで来てるように見えます？やりたくないんだよ、どうや。私だってやりたくないですよ。全員やりたくないですよ。でもやんないといけないんですよ、店長がやれって言うんだから。え、でもさ、誰かしらやってればいいんじゃない？全員ですって。ロッカーにありますから。でも、俺マジでやりたくない。そもそも、ハロウィンって嫌いなんですよね。いや、それは分かる。ハロウィンってだって別にあれでしょ、もともとその感謝祭でしょ、そのあの畑のそういったものでしょ。なんかその日本中がそうなっちゃって ね、なんかその渋谷に関係ないじゃないですか。ハロウィンってコスプレするものじゃないでしょ。 だからこそ俺は本当にやりたくない。いや、でもこれやんないといけないんですよ。なぜならこれ仕事だから。私だって嫌ですよ、本当。ハロウィンなんてね、浮かれた姉ちゃんをさ、いろいろしたいですよ。なんで私がこうしないといけないんですか。はい、着替えてきてくださいよ。私一人だけやですよ。マジで？お願いします、早く。ロッカーにありますから。そういうもんなんですって。いらっしゃいませ、ハッピーハロウィン。いらっしゃいませ、ハッピーハロウィン。あんまりそれ、ショーウィンドー触んないでください。ハッピーハロウィン。すいません、ちょっと中丸さん、それはない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 。え、何が？逃げじゃないですか。そんなカチューシャポンとつけて終わりみたいな、逃げですよ。いや、ちゃんとつけてるから。いやいやいや、それもこっちが恥ずかしいですよ、逆に。逆にこっちが恥ずかしくなっちゃいますよ。普通にさ、逃げてんだなって。一つアイテムつけてればよくない？いや、もうそういうことじゃないじゃないですか。やりすぎなんだよ。見てくださいよ。そう。いや、ここまであったでしょ？これロッカーに同じの。みんなつけてますよ。そんな三つもさ、つけなくていい？いやいや、だそれは逆にやるんだったら全力でやんないと。浮いちゃうって。棚橋がそうやっていっぱいなんかつけるから、なんか他の店員もつけなきゃいけない。いや、だからロッカーにあったでしょ？あと LINE も書いてありましたし、守んならダメですよ、自分だけみたいな。知らない。逆に恥ずかしいですって。中村さん、それ真剣にやりましょうよ、そこは。じゃ普通に。そんなずるっこじゃないですか。私だって、もうこれで外したいですよ。別にさ、やめましょうよ、それは。じゃあ、カードショップで、だって。これですよ、これ。紫のキラキラ。
なんでつけない一人だけ募ってみりゃ変わんなくないの。いや、もうつけないとじゃん、これ傷も花山香るじゃん、こんなすっごいって一人だけ。逃げないでください。ちゃんとやってくれないよ。ちょっと嫌だわ。いやいや、ちゃんとつけ、おい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 、マジかよ。中丸さん、そりゃなしですって。お疲れ、お疲れ。あ、お疲れ様です。似合ってるね。あ、いいね。あ、そうだね、ハロウィンキャンペーン始まるから。うん、もう、よろしくね。勘弁してくださいよ。いい年してこんなの。いやいやいや。これで活気が出るといい。いやまあわかるけどね、気持ちは嫌だっていうね。いやもう中丸さんなんてもうララコにしちゃって嫌だ嫌だっつって。ああそう、いやいや、ジモンさんの普通になんか傷のシールもつけてないですよ。本当だ、もっといいのないかなと思って、なんかあれ、あ、バッグに結構いろいろあるから、それは試してみたよ。本格的にやった方がいい気がして。あ、できる、できるんだったらね、やってもらってもいいけど。はい、あし、はい、後日。おい、マジ？本格的にやった方がいいかな。お、本当に？お、あ、そんなにノリノリだとは思ってなかった。え、こんなんだって恥ずかしいよね、正直ね。いや、恥ずかしいですよ、ね。いや、俺は正直上から言われてるから。もう、勘弁しなさいよ。まあでも、その店員が恥ずかしがってたらお客さんも恥ずかしがっちゃうから。じゃそこはちょっと頑張ってもらって。あ、で、お客さんにあのキャンペーンのこと伝えてもらってね。トリックアトリートのやつ。これも恥ずかしがったらさ。お客さん恥ずかしがっちゃうから。ていうか、店長もちゃんとやってくださいよ。いやいや、俺はだって、表に出ないんだから、俺は。いやいや、でもそれでも今こうやって出るのに。いや、スーツ姿でおかしいでしょ。今日スーツだからさ。いや、もう逃げじゃないですか。ね、逃げてばっかだな、みんな。いやいや、逃げっていうか、これはしょうがない。僕はそんな店頭に立つことがないから。恥ずかしいでしょ。いや、恥ずかしい。何ですか、今のまま。恥ずかしいよ。恥ずかしいじゃないですか。ね、ハロウィンなんてね。いや、そうなんですよ。まあでも、似合ってるから。うん。何すか、それ。褒め言葉じゃないっすよ。頑張って。でも、僕、ちょっと本社行かなきゃいけないから。ずっけーなぁ。よろしく頼むね。ハッピーハロウィーン。ハッピーハロウィーン。ぶっ飛ばすぞ！くそぁ。自分もやんないから、いくらでも言うけど。いや、あなたも何ですか、転職した瞬間に。何を？いやいや、明らか、もう、仲間さん、卑怯だな。別に全然つけるから。ほんと癒やしい人？もうじゃあ早くやってきてくださいよ、傷。あ、ちょっとあのさ、ちょっと今日、バックで作業するわ。勘弁してくださいよ。じゃあ私がバックで作業しますよ。いや、いつもさ、田中氏。いやいやいや、いつもやってるんだから私がやりますよ。じゃあお願いします。大丈夫。いや、ほんとにいつも悪いな。もう、最悪。嫌なんでしょ、コスプレするの。まあ、だからさ、全然。うん、こっち、ちょっと、ええ、ずっけ。今回ばっかりは、バックでやってくる。ずっけ、ずっけ、ずっけ。マジで。もうじゃんけんに行きます。じゃんけんに行きます。じゃんけん。最悪最悪しかもな。ごめん、ほんと。もう、じゃあいいでしょ。カチューシャ貸してください。ふぅ、本当によ。どうですか？いいと。何笑ってんだよ。もう店長も中丸さんも最悪だよ。バフミットがこれ融合したさ、ふざけんなよ。序盤の遊戯しか使ってねえだろ、バフミット。やっちゃうぜ、何ですか？お会計お願いします。はい。はい。テストレジ、500円ですね。はい。はい。はい。あ、ただいまハロウィンキャンペーンやってます。え？これ言っていただけたら、特典のパックつけます。いや、大丈夫です。大丈夫ですか？はい、調子のものでーす。はい。ありがとうございました。そうだよな。客も恥ずかしいよ。おいっすいっすいっす。おー、なんか、何笑ってんだよ。やばいやばい。すいません、あの、お化けさんですか？お化けなんかねえだろ、ぶっ飛ばすぞ。ゾンビそれ。クソガキだよ。わかんない。どういうことなのこれは。ちょっと渋滞してていろいろ。やんないといけないんだよ。やばすぎ、嘘でしょ。これわざわざ、何やったのこれ。いや、好き好んでやってるわけじゃないからね。でもすごい楽しそうだよ。いつもになんかね、顔の表情が豊か。そんなんじゃないから、ほんとに。最後で、大人はこういうのやれって言われてやんないといけないんだよ。そうなんだ。学生にはわかんねえよな。あ、でもなんかその、お店もなんかハロウィン感が増してすごくいいと思います。
思ってないじゃん。個人的な意見です。思ってないじゃん。これは個人的な意見です。もう最悪だよ。いやすごい。ネットとかには払っといてな。ああ、察しようかな。おい。ここのカードショップやばすぎるんだから。勘弁してよ。あ、もうすごい。あ、でもかっこいいよ。かっこいいわけねえだろ。すごいかっこいいです。はい。すごいと思います。いやだな、知り合いにこういうの見られるのが一番テンション下がるよ。何が楽しいんだ、ハロウィンって。二つ、二つ着てた。いやもう中丸さんが全然つけないからもう融合しちゃったよこれ。ああ、え、中丸さんなんで、なんで今日いないの。もう逃げない、逃げ、クソ。ああ、逃げ。ああ、そうなんだ。ああ、前って言って、うちもやればいいのね、そしたら。ああ、そうだ、あ、タネさんすいません、ください。あ、キャンペーン。あ、はい、キャンペーンのツイート見たんでください。あ、じゃあちゃんと言ってください。お、カードください。あ、それじゃダメです。ちゃんと書い、文言書いてあったでしょ。あ、え、いや、ハロウィンですよ。トリックアトリートってハロウィンですよ。え、別に、あ、別にいい。それってめんどくさい、めんどくさい。それにくれるよ。何なんだよ、それ。合言葉がないと、そういうキャンペーンだから。みんなにやってもらってんだよ、これ。あ、うん。はい。あ、じゃあ、うん、いいです。はい。うん、じゃあ、待っていいと。あ、ダメ。ダメです。ちゃんと言うと。あ、いや、今言った。今言いましたよ。逃げだよ、それは。ちゃんと言わないと。キャンペーンだから。ちゃんと言わないと渡せないから。テイクアウトイート。テイクアウトイート。その後まで。その後書いてあるでしょ。トリックアウトイート。カードをくれなきゃいたずらするぞ。いや、ツイートはトリックアウトイートって言ってくださいって書いてありましたけど、その、カードくれなきゃいたずら言ってないですよ。ごめんね、ツイートも書いてあった。カードくれなきゃいたずらするぞは書いてなかったよ。書いてあったよ、しないと。キャンペーンなんで。しょうがないよ、キャンペーンなんだから、そういうシステムなんだよ。トイックアトリートカードくれなきゃいたずらするぞ。はい。また気持ち込めて。あ、いや、今言ったじゃん。キャンペーンだから気持ち込めないと。え、そこまで書いてない、気持ち込めてるの、書いて、込めてるし。キャンペーンなんだから。渡せないよ、それじゃ。トリックアトリート、カードくれなきゃ、いたずらするぞ。もっと自分をさ、主人公だと思わないと。気持ち込めないと。トリックアトリート、カードくれなきゃ、いたずらするぞ。うわー、そういうキャンペーンなんだから、そういうシステムなんだよ。意味わかんねえ。中地さんも僕もそういうシステムに組み込まれてるのにすぎないんだよ。意味わかんな、普通にマジで。はぁ、これ詐欺だろ、普通に、こんなの。しょうがないんだよ、そういうものだから。マジで。あ、ちょ、ペヤングヤクザさん、ちょ、聞いてくださいよ、これ。大きい声出さないでください。おはようす、おはようす。あれ、一緒くん、中地さんもいるよ。あ、中地さん、おはようす。おはようす。おはようす。なんすかその格好。あ、ハロウィンキャンペーンだ。理解早いね。はいはい、助かるよ。なんかドンキとかでよく見るじゃないですか。本当だよ。はい、これやれって言われてさ、やんないといけないんだ。大変ですね。トリックアトリート、カードくれなきゃいたずらするぞ。うわー、すごいですね。キャンペーンなので買う一つです。あ、ありがとうございます。なんか、はい、ノリノリなのはノリノリなのに腹立つね。なんすかそれ。なんかね。あ、本当ですか。すいません、なんかはしゃいじゃって。いや、いいよ。はい。中さん、ちにいるから。あ、お疲れです。あ、中さん、デュエルしましょう。誰が得してんだよ、これ。渋谷行って、おっぱいもみてぇな。トリックはトリック。おましないといたずらするぞ。魔法カード発動、強制チャンネル登録。ライフポイントを4000払い、チャンネル登録をさせる。1345678911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